あっちゃん、桜井敦さん、本当に今までありがとうございました。爆竹を聴き始めて34年ぐらい経ちますが、その間本当にね、いろんな思い出もあるしね、そしてその歌に、あっちゃんの作る歌詞にね、引き込まれて、何度助けてもらったか本当にね、わかりません。生きる糧をね、もらって与えてくれたような、そんな気がします。昔からずっとかっこいいままでね、そして57になる年齢でもそのかっこよさを持続して、そしてかっこいいままステージの上で最後を迎えるというね、本当にずっと最後まで、あなたは本当にロックスター、美しいままステージから去っていきました。かっこよすぎますね。今日は本当に、まあ自分なんかはね、おこがましいんですけど、あっちゃんのね、送別っていうかね、まあ弔いっていうか、どうしてもね、なんか言いたいこともあるし、こうやって YouTube でね、爆竹の話題もいろいろやってきてるんで、ただそこになんか便乗するような感じになるのは本意ではないんですけど、あっちゃんが亡くなってからね、いろんなあっちゃんの動画が、解説動画とかいっぱい今上がってます。そして再生数をいっぱい稼いでますけど、正直ほとんどそういう動画見ていません。ほとんどじゃない、全然見てないです。訃報を伝えるニュース番組とか、あとネットのあっちゃんの亡くなった記事とかね、いっぱい載ってますけど、いまだにほとんど見てません。なんかまだ見ようと気になんないですね。まだ本当に死んだっていう実感もないし、どこかで生きてんじゃないのかなって、そんなことはないんだけどね。爆竹はメンバーが誰か知るまで、
このままやり続けるってずっとね言ってきてるんでね、みんなね。まあ俺ももちろんそのつもりでずっと追いかけていこうと思ってましたけど、まさかこんな早く、しかもまさかあっちゃんがねこんな簡単に言ってしまうなんて、本当に悪夢を見てるような、そんなこの数日間ですか。その桜井さんが亡くなったっていう一報を聞いたのがね、会社にいて、会社の現場中にいて、出てきたらね、会社の同僚から、桜井さん亡くなったよって言われたんです。いや、なんかね、時が止まったっていうか、力が抜けたっていうか、10月19日のライブのね、3曲目まで終わったところでね、そこでスタッフを呼んで、抱きかかえられるようにね、はけて、そしてそのままライブを中断したっていうニュースは当然聞いてるわけで、今井さんもねちょっと休憩しますって中断したそうですけど、これまでもあっちゃんコロナに2回感染したり、その都度ライブが延期になったり、そして対外でねちゃんとそこはお返ししてくれるっていうかね、そのつもりで今回もライブ中断になったけど、また元気になって戻ってくるもんだと、年末の武道館ライブも決まって、そこにもね行くつもりだったんで、この前一緒に行くことちゃんからチケット取れたよって連絡が来たばかりで、楽しみにね、年末を楽しみにこれから年内も残り少ないですけど頑張ろうと思ってた、その矢先にあっちゃんのね訃報を聞いて、本当にねもう頭が真っ白になった。なんかね、いや、信じられない、本当に。ね。でもそうやってステージまで最後まで頑張って、そしてね、決して人前では倒れずに、ちゃんとステージを自分で降りて、そしてその、4時間後ですか、息を引き取るっていう、最後の最後まで本当に
ミュージシャン。本当のロックスター。ステージの上で死ねれば本望だってよく言いますけどね。アーティストの皆さんは。本当にそれを実践したのが、あっちゃんでしたね。本当に素晴らしいです。本当に素晴らしい。もしかしたら1曲目からあんまり声が出てなかったっていうから、多分自分でもね、体の異変には気がついてたと思うんですよね。でも誰よりもファンを、そして今日ね、ライブに来てくれたお客さんのことを一番に考えて、それでもね、やりきるぞっていう気持ちで、2曲目、3曲目まで、それこそ全力でね、ちゃんと歌い切ったって、ツイッターでね、情報上がってますんでね、そこまで、本当に限界までやりきって、そして、そのままステージを去っていった。本当に立派です。世界一のボーカリスト、本当にファンのことを大事にして、いつもファンを気にかけてね、みんな幸せですか、いろいろ辛いことあっても頑張っていきましょうって、いつもね、MC で言ってました。最近、俺の地元の水戸でね、山崎何がしというね、まああえて名前言いませんけど、そういうね、歌い手さんがね、ステージ出てきて、今日は俺歌いたくないって、そういう気分じゃない。歌うのは大変なんだ。って言ってね、問題になりました。じゃあね、コンサート来る人は朝からどんな服着てこうかなと、綺麗にね、お化粧して身だしなみを整えて、朝からね、もしかしたらその前の日からね、移動して今日のこの爆竹のライブのために、みんな時間と手間をかけて俺たちのことを見に来てくれる、そういう人たちのために
指先の一本の動きまで、すべてね、神経を張り巡らしてね、すべて完璧なものを見せるっていう、そういうね、気持ちで、毎回ライブに挑んでたそうです。そんな気持ちがあるからこそ、病気で多分頭が苦しかったでしょうね。死ぬほど辛かったでしょうけど、そういう気持ちがあるからこそ、3曲目まで歌い切る、このね、あっちゃんのね、爪の赤でも本当に飲ましてやりたい、本当に。あっちゃん本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございました。これからもずっと爆竹を聞いていくし、あっちゃんのことも一生忘れないし、これから4人になった爆竹もね、ずーっと追いかけていきます。だから、あっちゃんも天国で爆竹と僕たち、私たちの爆竹ファンをどうぞ見守ってください。本当にありがとうございました。それでは、献杯させていただきます。あっちゃん、お疲れ様でした。献杯。